はい、皆様おはようございます。金ちゃんです。ご視聴ありがとうございます。いいね、コメントありがとうございます。私はただいまですね、静岡県の沼津港に来ております。はい、沼津港ね、まあ実家で、親の実家ね、帰省する時とかね、まあ遠征の時に、まあ、ちょいちょい時間をね調節して、まあ沼津港立ち寄らせていただいてます。はい、まあ、自分の車はね、まあ、黄色い車、目立つ車なんで、まあ、あそこ置いてるわけですけれども、ちなみに今日の富士山は、こんな感じです。はい。まあ、以前にも、動画ね、出して あるので、まあ、割愛させて、一部ね、割愛させていただこうかなと思います。はい。まあ、正面はね、沼津水族館ありますので、そちらもね、10時が開館だっけな。はい、今駐車場ね、まあ、ここの、ああ、今ちょっと見にくくしちゃったかな。はい、ここにね、皆さん駐車してるんですけれども、これね、もう朝、もう早くから来てる人ばっかです。はい、でもしね、ここ止めらんなかったよって時は、まあ、駐車場案内のありますけど、はい、まあ、奥にもね、立体駐車場ありますのでね、そちらもね、ご利用ください。はい、お昼過ぎると沼津深海プリンね、こちらもね、お店混みますよね。はい、で、まあね、自分この後ね、ちょっとね、待ち合わせする人がおるもんで、この後もう出なくちゃいけないんで、もうささっと飯食っちゃったんで、そちらのね、まあ、紹介させていただきたいなとは思います。軽く、本当に軽く。で、自分がよく行くお店は、そのね、目の前のこの伊助さんなんですけど、三色丼1780円ぐらいだったっけな。はい。開くのがね、10時なんですよ。なんで、自分ね、結構朝早くに到着してここ止めるので、もう10時まで待つか、まあ待てないですよね。6時に到着したらだって4時間ぐらい待たなくちゃいけないですもんね。なので、まあ今回はね、待ち合わせする人がおるもんで、10時もね、待てません。ということで、中でね、お食事しました。まあ、Google マップでこのね、沼津港新鮮館というところを、ナビしてもらえると、おそらくこの場所へたどり着くことができると思います。はい、まあ、沼津港でもね、ナビやってもらえればいいかな。はい、まあ、館内は、まあ、こういう感じなんですけど、はい、ちなみに、自分がよく利用するのが、この正面のこの港食堂さん、中では食べないんですけど、マグロのね、テール、尻尾ですよね、それがね、600円で売ってるんですよ。その煮付けがね、すんごいうまくてですね、まあ、家に帰って、そのマグロをもう煮付けで味付けされてるんで、ほぐして、それをね、もう焼いたパン、まあ、チーズと、そのマグロですよね、まあ、ツナですよね、ツナなんで、マヨネーズをかけると、はい、それがね、めちゃめちゃうまいんですよね。なんで、まあ、今回はちょっと連休が絡んでて、ちょっとね、仕込みができなかったということで、ちょっとこういうね、残念なんですけど、買えませんでした。で、私は今回このね、マルカンさんというところ来ました。はい、で、自分食べたのね、ここにはないんで、あ、ここ一つはね、この900円、まあ、いつよくね、利用するのが、その伊助さんが1780円なんで、まあ、予算は2000円だとしても900円でだいぶお釣りがきますよね。なので、ちょっと、まあ、お昼ご飯も食べないんで、そこでちょっとね、余分に食べようかなと思って、しらす丼を食べました。生しらす丼ですね。これとここにはないんですけど、そちらが700円なんで、
900円に700円だから1600円か、はい、っていう感じなんですよね。丼、うん、ね、2杯食べられる。でね、このね、マグロとブリの唐揚げがね、めちゃくちゃうまかった。めちゃくちゃうまかった。最後ね、ご飯ねちょっと少なめにしようかなと思ったんですけど、ブリの頃唐揚げ、ブリとマグロの唐揚げでね、もうパク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 食べちゃいました。はい、ありがとうございました。お腹いっぱいになりました。これでね、千葉に帰ることができます。はい、こんな感じでね、まあなんかお手洗いもありますんで、もしね、トイレ探されるフォロワーの皆様、ちゃん、ご視聴の皆様、ぜひね、中の館内のトイレご利用ください。はい、もうこの丸川さんね、おすすめです。朝ね8時ぐらいからねやってるんですよ。はい、でほとんどのお店だいたいね、まあ開くのが10時、外は10時なのかな、開いてるお店もあると思うんですけど、でもだいたい開いてねえな。はい、館内はね結構早めに開いてたりとかしますんで、先ほどのね丸館さんはおすすめです。はい、こんな感じで、沼津港をお届けいたしました。もう本当のもう土日中、ピーカンの日中はもう混み合いますんで、まあ、駐車場もしねなかったらね、もう迷わずね入った方がいいと思います。はい、多分入れる駐車場とそんなないと思いますんでね、前回も来た時結構ねすげえもうダダ込みしましたんでね。はい、こんな感じで沼津港をお届けいたしました。富士山綺麗でしたね。今日はこの富士山をバックにね終わりにしたいと思ってます。はい、こっからの富士山じゃなくて、この先の遊覧船の場所から この動画終わりにしたいと思います。ちなみに海の中はカメラ越しなんでちょっと分かりづらいですね。今光が差してるのでね、まあ多少見えるかなと思うんですけど、まあ海はね水がちょっとね流れが出てるのかな。さっきね潮止まりだったんですけど、ちょっと水が流れてるんですかね。水が動き始めたら、まあ、大体釣り始めることが多いので、まあ満潮だから釣れるっていうわけでもないのでね、もし釣りやる方いらっしゃいましたらね、満潮になったあと、満潮になる前の、水が動くタイミングでぜひね釣りやってみてください。あ、さっきの人釣れたのかな。まあ見なかったことにしよう。さっきはねまだ釣れてなかったみたいなんで、多分ねタイミング地合いが来ればあとはタイミングなんでね釣れると思います。はい、ではね、お腹も膨れたことなんで、そろそろねこの辺で撤収したいと思います。じゃあ富士山をちょっとドアップにしてこの動画を終わりにします。どうもご視聴ありがとうございました。